日本から来た原田和明です。カラクリ人形といってキーで、ハンドルを回すと動くおもちゃを作っています。チェンジっていうのは僕にとってもすごく大事なキーワードで、いつも今までとは違う新しい方法でを使ってお客さんというか、カラクリ人形を見てくれている人を楽しませたい、エンターテインしたいなというふうに思っています。で、変わり続けることによって新しい方法でお客さんを笑顔にしたりとか驚かせたりできたらいいなというふうに思っています。お客さんが実際に僕の作品に触れたりとかワークショップをすることによってすごく楽しそうにしてくれているので、笑顔になって、でウッドイズグッドという思いを皆さんも持ち帰ってくれたら嬉しいなというふうに思います。今回新しい試みとして大きいボールランというボールがこう循環する大きなおもちゃを持ってきました。それを開発したのは、2年ぐらい前なんですけど、とっても日本でも人気だったのでオーストリア の人の反応が見たいと思って今回日本からこちらに送らせてもらいました。で、実際にオーストラリアの子どもたちにとっても人気があって、みんながすごく一生懸命楽しそうに遊んでくれてるのを見てとっても幸せでした。今回ワールドウッドデーのテーマがチェンジということで、木も季節や年月によってその姿を変えていく、チェンジするので、テーマを聞いた時にこういったものを作りたいと思いまして、子どもでも簡単に組み立てることができるオートマダのキットを開発しました。実際にたくさんの人に楽しみながら作ってもらえることができたので良かったです。